はい、どうも、ゴーのゴーゴー TV です。今回はこちらに2つのオーズドライバーがあるんですけど、こちらの左側がデラックス版のオーズドライバーで、こちらがコンプリートセレクションモディフィケーションのオーズドライバーを準備しましたんで、今回はこちらの2つを使って、ちょっと比較なんかをしていきたいなと思っております。で、あとは僕がずっと言っております、ちょっとやってみたかったことがありますんで、そちらもやってみたいと思います。はい、では早速比較していきたいと思います。ではまずはこのオーズドライバーの方から見ていきましょうか。こちらですね、左がデラックス版、右がコンプリートセレクションモディフィケーションなんですけど、もうパッと見肉眼で見てわかるのは、この部分の塗装ですね、この部分の塗装の部分が全然なんか濃さが違うんですよね。なんか若干こう古いんで、色あせてるって言われりゃ、その色あせてるような感じなのかもしれないですけど、でもなんか明らかに明るさは違う感じですね。でそこはこんな感じになっていますね。あとなんか上がこういう感じで、こちらデラックス版は上銀塗装ないんですけど、コンプリートセレクションモディフィケーションの方はこういう感じで銀塗装がちゃんとされております。で、あとここのこのスキャンするときにこうパシャってやったときのこの戻すボタンですね、ここがちょっとデラックス版はこう出っ張ってるんですけど、コンプリートセレクションモディフィケーションのやつは全部一緒なんですよね。ここは他のとこは押せないんですけど、ここ押せる感じなんですけど、その出っ張り具合が全部一緒の感じになってるんですよね。あとは、とりあえず見た感じはそんな感じかな。金型自体はなんか一緒の金型使ってるんで、形状は多分一緒だと思います。で、あとは、この差し込むバックル部分もありますが、裏の造形なんかもそんなに変わりない感じですね。そんな変わりないですね。で、これどっちがどっちか分からなくなりそうですね。で、こちらがデラックス版で、こちらがコンプリートセレクションモディフィケーションのものなんですけど、やっぱここの塗装の部分がやっぱりなんか明るさがちょっと違うかなっていう感じがしますね。そんなにって感じですね。あとはここのボタンの部分がちょっと違いますね。この銀色の部分のこの濃さも全然違いますね。で、裏見てもこんな感じですね。多分ここの表記がちょっと違うぐらいかな。こちら2010年バンダイになっていますが、こちらは2018年バンダイですね。で、どっちがどっちかわからなくなった時は、この裏見ればなんとなくわかる感じですね。で、こちらがデラックス版のオーズドライバーなんですけど、で、こちらがコンプリートセレクションモディフィケーションのものなんですけど、ちゃんと取り付けはすることできます、ね。で、逆に、こちらがコンプリートセレクションモディフィケーションで、こちらがデラックス版でも、代用はできます。ですので、多分問題はなくいけるんじゃないかなと思います。で、これはいいとして、次はこちらですね。オースキャナーの方を見ていきましょうか。こちらがデラックス、こちらがコンプリートセレクションモディフィケーション。もう全然違いますね。この金色の部分の塗装が、なんかすごい、こちらはデラックス版は結構濃いめなんですけど、こちらの CSM 版の方は結構なんか、この高級感のあるゴールドって感じの色しておりまして、であとはここの部分ですね。ここのちょうど、この部分が、違いますね。ちゃんと塗装入っておりますが、こちらは普通に塗装入っておりますね。クリアパーツになっております。で、あとはここの部分ですね。ちょうどここの部分の、ここも、デラックス版はクリアパーツになっておりますが、CSM はちゃんと塗装が入っております。で、あとは電源の位置が違ったりとか、電源の位置にこちらはセリフボタンがありますし、こちら裏は特に何もないんですけど、こういった感じで電源ボタンがあったりとか、この BGM ボタンがあったりとかしておりますね。裏のこの辺のディティール的なものは変わりないですね。で、あとは音声の比較ですね。音声の比較をしていきましょうか。で、こちらは、で、いきます。明らかになんかデラックス版の方が早いですね。デラックス版の方がちょっと遅めに落ちたんですけど、なんかデラックス版が追いついて追い抜かしましたからね。言います、同時に。
そうですね。発酵の色自体は変わりはないですね。はい、こんな感じになっております。オースキャナーはこんな感じですね。はい、で次なんですけど、次はこちら行きましょうか。このオースキャナーのこのホルダーですね、ホルダー部分見ていきましょう。こちらデラックス版なんですけど、こんな感じで CSM はこんな感じですね。この辺にやっぱこの塗装的なものが入っておりまして、でこの銀色になっておりますね、ちゃんと中がこんな感じになっております。でこちらはもう普通にこういう感じでベルトに通されているものなんで、これ多分通れんのじゃないかなと思うんですよね、になっておりますが、コンプリートセレクションモディフィケーションはこういった感じでマジックテープ止めになっておりますね。で、まあ、次なのでベルトの方を見ていきますが、まあ、デラックス版といったらまあこのベルトみたいな感じになっておりますが、コンプリートセレクションモディフィケーションはこんな感じになっておりますね。これもまあ CSM って言ったらまあこんな感じのベルトかなって感じはしております。で次が大メダルネストなんですけど、こちらはデラックス版はこんな感じになっておりますね。でこちらが CSM 版のやつはこんな感じになっておりまして、なんかパッと見た感じに中身なんですけど、まあ、デラックス版はここの部分がないんですけど、コンプリートセレクションモディフィケーションの方は真ん中のこの部分がちゃんとありますね。まあ、違いはそんな感じかなっていう感じですね。であとまあこちらのベルトへの取り付け方なんですけど、こちらはこういう感じでスライド式になっておりますので、これ一回取り外して、でベルトのところにこれをまあこういう感じでつけまして、であとはこちらをこうスライドさせてカチッという感じで取り付ける方法になっております。でまあデラックス版の方はこのまだベルトを締める前にこちらにこう入れてもらってスーッという感じで取り付ける方法になっております。はい、こんな感じになっております。では最後は大メダルを見ていきたいと思います。はい、では最後は大メダルを見ていきましょう。左がデラックス版で右が CSM 版なんですけど、もう全然違うんですよね。こんな感じですね。うん、デラックス版ってなんかこうパッと見でこのメダルの絵柄がすごい見づらいんですけど、結構コンセレの方はパッと見て、あ、これ何々のメダルやみたいな感じで分かりやすいんですよね。あとこのチップが見えてないんですよ、 CSM 版は。なんか劇中にほんとより近い感じになっております。こんな感じですね。で裏はこんな感じ。なんか重さはなんか若干 CSM の方が軽いんじゃないかなっていうぐらいなんですよね。うん、なんかこっちの方が重そうな感じするんですけど、なんか若干こちらのデラックス版の方が重いような感じはしますね。で次がこちらですね、トラメダル。もうこれがすごい劇的に分かりやすいと思うんですよね。もうトラとか本当パッと見じゃ分からないですからね、何の絵柄かすらも。デラックス版はでも CSM 版は本当見やすいんですよね。本当劇的に違います。もうトラのメダル見れば本当一番分かりやすいんじゃないかなっていうぐらいですね。はい、こんな感じになっております。で次がバッタですね。バッタも結構、見づらいですね。まあデラックス版は正直言うと本当どれも見づらいんですよ。こんな感じ。うん、やっぱ CSM の方はかなり絵柄が見やすくなっておりますね。でこちらカマキリ。こんな感じ。全然違いますね。もう本当全然違いますね。こんな感じになっています。やっぱこちらの CSM のメダルの方がやっぱ僕は好きですね。めちゃめちゃ見やすいんで。はい。で、一応比較なんですけど、こちらが CSM のオーツドライバーなんですけど、一応まあデラックスの方もメダルは入りますね。入れることがちゃんとできます。ちゃんとメダル入れれますね。で、デラックス版のオースキャナ。はい、こんな感じでやりますね。で、まあこちら今度は CSM 版のオースキャナを使ってやりたいと思いますが、こちらでも多分ちゃんと読み取ることができますね。
こんな感じになっております。でまあ逆にデラックス版のオーズドライバーですね、こちらを使って CS メニュー版を入れることもできますね。でこれで気になるのは、僕デラックス版ちゃんと読み取れるんかっていうデラックス版のオースキャラ使っております。ちゃんと読み取りますか。ちゃんと読み取れますね。ちゃんとスキャニングチャージいましたね。ですね。では同じメダル扱いになってるってことなんで、安心しましたね。はい。ということで、まあ、ここから僕がやりたいことをやっていきたいと思うんですけど、まあ、多分やってみる方はいっぱいいると思うんですけど、デラックス版のオースキャナーで、今回届いた CSM 版の、未来のコアメダルですね。いわゆる新しく追加されたコアメダルを読み取ったら、音声はどのような音声になるのかってことがすごい気になったんで、そちらをやっていきたいと思います。まあ、普通に本編やってた当時にあったメダルの方は多分読み込むと思うんで、今読み込んだんで。まあ、その辺は省いて、まあ、ちょっとこの辺のメダルの音声になるのかなって、ちょっと怪しいやつとか、まあ、今回新しく追加されたメダルをスキャンしてみたいと思います。はい、ちょうど今音声確認の準備をしようと思って、ちょっといろいろ準備してたんですけど、ちょっとふと思ったことがあったんでやっていきたいなと思うんですけど、今こちらがデラックス版のオーズドライバーなんですけど、こちらにこのコンプリートセレクションモディフィケーションのベルトをつけることができるのかってことがすごい気になったんですよね。まあ音声確認するならデラックス版のオースキャナーと、まあ、こちらのデラックス版のこのオーズドライバー使って、でまあメダルはCSM のやつが入りますんで、まあ、メダルだけ CSM のものを使えばいいかなと思ったんで、まあ、ちょっとせっかくなら、まあ、このベルトは CSM のやつ使えれば使おうかなと思っていますんで、まあ、そっちの方が巻きやすいんで、専用台座に。ちょっとハマるかやってみたいと思います。まあ、ちゃんとハマりますね。ってことはこれあんまりそういう傷つけて遊びたくない人とかは、デラックス版持ってれば、ちゃんとこれ CSM のベルト、しっかりはまりますね。で、なんか見た目も、そんな変な感じにならないんで、普通に正面から見たらあんまわからないですからね。こう上から見ると塗装の省きなんかもありますんで、ちょっとあれかもしれないですけど、普通に正面から見たらあんまりわからないですし、ちゃんとコンプリートセレクションモディフィケーションのベルトはまりますんで、もうこれは素晴らしいですね。はい、では準備していきたいと思います。はい、音声確認する準備ができたんですけど、なんか僕準備しながらちょっと一つ思ったんですよ。これ別にメダル読み込ますだけならドライバーいらんのじゃないかってことに気づいちゃったんですよね。なんか普通にこの状態ですね。この状態でこういう PVP ってできれば普通にスキャンできますんで、なんか普通にドライバーいらないってことに気づいちゃいましたね。はい、ということで、まあとりあえずメダルの音声を聞いていくだけなんで、まあちょっと今回はドライバーを使わずにやっていきたいと思います。はい、では並べましたんで、気になるやつからやっていきたいと思います。まず僕このひび割れた高メダルがどういう風になるのか気になるんで、ちょっとやってみたいと思います。では、おライダーメダルらしいですね。であとはまあこれ上から順番にやっていきましょうか。これちょっと一応変身しておきましょうか。はい、まあコンボは入ってないですね。確か CSM の方でもコンボはこれ入ってなかったんで、まあ、こんな感じになりますね。では次は真ん中の列いきましょうか。はい、この辺はライダーメダル扱いですね。では下、まあ、下もなんかライダーメダルなんですけどね。どうなるんかな。ではいきましょう。なるほど、仮面ライダー系のメダル扱いになりますね。はい、こんな感じになっておりますね。こちら行きましょうか。財団 X 系とか、あと魂系のものですね。魂コンボで確か音声入ってなかったはずですね、デラックス版。ちょっと試してみよう。あもうショッカーメダルがガンバライドになる時点で、おそらく入ってないですね。なるほどね。じゃあ財団 X 系いきましょうか。ガンバライド。ガンバライド。ガンバライド。
ガンバライド。ライダーメダル。あ、クジャクはライダーメダルらしいですね。ライダーメダル。ガンバライド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 。なるほど。財団 X 系はライダーメダルとガンバライドばっかりですね。はい、こんな感じになっております。っていうことで、こっからが本番かな。この未来のコアメダルですよ。こっからが本番ですね。では、上から順番にやっていきましょう。この辺読み取ったらびっくりしますけどね。いきます。ガンバライド。ガンバライド。ガンバライド。とりあえず3連ガンバライドですね。では、真ん中。お、読み取った。お、読み取る。お、読み取った。マジで？おー、やっぱコンボ音声は入ってないにしても、読み取るやつ読み取りますね。鹿、ガゼル、牛、普通に読み取りましたね。じゃあこの下、楽しみやな、これ。おー、読み取る。お、読み取る。おー、読み取った。おー、読み取りましたね。この2つ普通に読み取りましたね。いや、この2つのコンボ普通に読み取りましたね。ということは、まあ、この6枚のコアメダルは一応、このオーズドライバーの制作段階で一応発売する予定のものだったっていうことでいいんかな。多分デラックス版でないですよね。僕は知らないだけかもしれないですけど、はい、こんな感じですね。いやー、まさか読み取るとは思わなかったんでちょっとびっくりですね。はい、では最後ですね。最後はこの9枚いきましょうか。ではいきましょう。おー、これも読み取る。これも読み取りましたね。じゃあこの真ん中、まあ、この辺はいけそうな気しますけどね。仮面ライダーポセイドンが使っておりましたメダルなんで、では行きましょう。ライダーメダル。ライダーメダル。ライダーメダル。一番ありそうなやつがなかったですね。ありそうって振り付けたのにもかかわらずないっていう。でこの下の2つですね、カンガルーとパンダは一応こちらテレビ組んであって読み込んだんで、まあ、この2つはあるんじゃないかなと思います。ヤドカリはちょっと怪しいですね。ではやっていきましょう。おお、ちゃんとありますね。はい、こんな感じになっております。なんか一番あって欲しかったものがないっていうちょっと寂しい結果ですね。とりあえず、まあ未来のコアメダル系はこの上の3枚とこの真ん中の3枚以外はちゃんと個別音声が鳴る形となっておりましたね。いや、これは楽しかったですね。はい、こんな感じになっております。はい、というわけで今回は CSM のオーズドライバーとデラックス版のオーズドライバーとの比較と、あとはデラックス版のオースキャナーでこちらの今回届きました CSM の新規のメダルをスキャンするとどうなるのかを検証してまいりました。いやー、こういった感じで CSM 版とデラックス版のものを持っているとこう比較するのが非常に楽しいですね。ただ結構なんかオーズドライバーに関してはどちらもなんか結構互換性があって、普通になんかコンプリートセレクションモディフィケーションのベルトに、まあ、デラックス版のオーズドライバーが負けたりとか、まあ、そういったこともできるんで、なんか普通にあの CSM のオーズドライバーちょっと傷つけたくないなって思ったりとかしたら、まあ、そういった感じであの付け替えて遊ぶこともできるんで、これは非常にいいんじゃないかなと思いました。であとはあの僕が前からずっとやってみたかったって言ってる、まあ、デラックス版のオースキャナーで未来のコアメタルのまあ新規のものですねをスキャンするとどういう音声がなるのかっていうあの検証も、あれも本当楽しかったですね。まさか音声になるとは思ってなかったんで、もう実は
そのデラックス版のオーズドライバーの制作段階で、一応まああの辺のコアメダルは出す予定だったってことが分かりましたんで、いや、それも知れただけでも全然良かったなと思っておりますんで、いや、楽しいですね。いや、もうまだまだまあ動画外で、こちらの CSM のオーズドライバー使って遊んでいきたいなと思っておりますし、また何かこちらを使って動画撮る機会があれば、また動画撮ってアップしていきたいなと思っておりますんで、またよろしくお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。